はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジー、前回ですね、ウォルフォート以外の御三家が滅びてしまいまして、まあだからね、ファルクス家と手を結んでおいた方が良かったような感じはしますけれども、まあそれで残された、御三家の一角ウォルフォートですけれども、まあ多分ロラン王子の影武者を死体に仕立て上げて、まあそれをエースフロスト公国が一旦回収したというところですね。では続きをやっていきましょう。グリンブルク王子ロラン没、その知らせは瞬く間に広まった。ロランの死をもってグリンブルク王国の歴史はついえたかに見えた。だが数日後、エスフロスト公国とグリンブルク王国の連名である宣言が発布される。王家の指輪を所持するグリンブルク王家最後の一人、女王コーデリアの即位、そしてコーデリアとグスタドルフの婚約である。第9話前編、希望は次々ついえると。てかグスタドルフって独身だったんだ。コーデリア様がグスタドルフと婚約？どういうことだ？グスタドルフは侵略者だぞ。でもレグナ王が共同採掘を独り占めしようとしたのが悪いんでしょ？どっちでもいいよ。グリンブルク王国が続くならいいじゃないか。いいわけあるか！我々はあまりに多くの困難に直面しました。グリンブルク、エスフロスト双方の甚大なる被害と犠牲、そして皆さんが愛してくださった兄フラニとロランに深く哀悼の意を捧げます。この痛ましい出来事の発端である父レグナの処遇は承知の通りです。悲しみと怒りと、そして過ちを我々はどう受け止めるべきでしょうか？エスフロストを許すな！グスタドルフの犬に成り下がったか！罪を罪と認め前に進みましょう。寛大にもグスタドルフ総帥は我々に機会を与えてくださいました。このグリンブルクが自由を備えた正しい国に生まれ変わる機会を、私コーデリア・グリンブルクはグリンブルク王国を預かる女王としてエスフロスト公国の恩情と統治を受け入れ、総帥と共に和平のために身を尽くすと誓います。総帥、コーデリア女王ではグリンブルクを統治できないと思いますが。できなくていいのだ。彼女に民の不満と希望を集めることが目的だ。グリンブルクの民が迷っている隙をついて、この古き王国に我らが自由を広める。一度自由の味を知った者はもう以前の束縛には耐えられぬ。やがて彼女が世継ぎを生む頃には国も民も自然とエスフロストの帰化に収まるはずだ。それが政略ですか？戦よりもよほど非情ですね。飲酒だらけのくだらぬ国を変えてやるのだ。感謝されこそすれ恨まれる覚えはない。
お兄様、必ず敵は取ります。ウォルフォード城、コーデリアのグリンブルク。女王即位宣言に接したセレナーたち。他はなさそう。ロラン王子、王との演説についてお聞きになられましたか。ああ、許せません。コーデリア様にあのようなことを言わせるなど。言うだ、ヒューエット。しかし王の実の父の死を歪められ、まるでグスタドルフが正義であるかのごとく。頼む、そう言わないでやってくれ。コーデリアだって耐えているんだ。それにあいつが、妹が生きていた。今はそれだけで十分だ。申し訳ありません。憤りは皆同じです、ロラン様。いや、すまん、俺も取り乱した。だが思うだけではダメだ。行動を起こさなければ意味がない。おっしゃる通りです。今やロラン様の死は公のものになりました。これであなたも我々も自由に動くことができる。すべてはこれからです。みな、聞いてくれ。グリンブルクの王子、ロランは死んだ。俺は滅亡した王国から落ち延びた名もなき一介の兵士、ロランである。グリンブルク王家が再び日の目を見られるその時までよろしく頼む。それはマクスウェル殿の。おお、その仮面、アリシヒのマクスウェル様さながら。これはウォルホート家だけの秘密です。皆様よろしいですね。レジスタンス的な感じで活動していくのかな。師匠、エスフロストを焼き払う力をどうかお貸しください。父上の容体はどうだ。かなり落ち着きました。しかし時々苦しそうな声を上げられています。そうか、父上にこの状況を報告したかったが。セレノワ様、シモン様はきっとこうおっしゃいます。よくぞウォルホートを守ったと。しかし大変なのはこれからですな。エンデ家の庇護下に置かれたままではいつ無理難題を突きつけられるか。お前の言う通りだ。ソルスレイ殿に善意などない。ベネディクト、お前が相手の立場だったらどうする。干からびるまで絞り上げ、そして頃合いを見て。だがそうはさせん。当然だ、すでにアンナを動かしている。この家を守り導く、それが先代から与えられた任務だ。若、我らはシモン様に召し抱えられた日から変わらぬ思いがございます。ウォルフォートのために命を投げ打つ覚悟です。必ずこの苦境を乗り越えましょう。ああ、二人とも頼りにさせてもらう。結構出てるな。
相当のもん。一人の若者の死がある男の運命を大きく変えようとしていた。エスフロスト公国直轄領事。スバローグ様、そのドラガン様のご遺体が戻ってきたか。すぐに行く。どうした？僭越ながらご覧にならない方がよろしいかと。なぜだ？野ざらしにされていたゆえ、すでに面影はなく。わかった。外せ。無念だ、ドラガン。すまない。情けない父を許せ。お前を陥れたのが誰か、必ず突き止めよう。ここはウォルフォート校、情報収集のアンナ。裏の商売の話。なるほど、ノゼリア商会を通さない非合法の塩取引があるのだな。ああ、この商売をしていれば嫌でも噂を耳にする。とてつもなく儲かるらしいけど、私にはそんな太い肝はないね。誰が手引きしている？そりゃちょっと。ただで教えろとは言わない。あった、こいつはどうも。あくまで噂ですけどね。ハイサンドのソルスレエンデだよ。あんたも一枚かもってのかい？やめた方がいい。なぜだ？あった、そら別料金。どうも。どんだけ金持ってんだ。ウォルフォート家といえども、今きついだろ。でもそれすれから援助受け取ったからさ、金はあんのかな。援護、人の心すら乾ききっている。こっちはこっちで大変そうだぞ。しろ、苦しいのは皆同じだ。順調かね。はっ、すでに予定していた以上の塩を作れました。素晴らしい。塩の記録、帳簿を見せてもらおう。はあ、こちらです。これを書き換えて着服してんのかな。内容に問題があっては一大事だ。これは私が預かっておくぞ。はっ。水を楽
苦にさせてやれ、ブッカー。ああ、ローゼル族を甘やかすな。奴らはすぐにつけ上がるぞ。は、はい。ひどすぎるだろ。じゃあ、思い悩むフレデリカ。セレノアがかけた言葉。数日後、セレノア、少し話せますか？その私たちの婚約のことです。グリンブルク王国がエスフロストによって滅亡させられた今、この縁談に何の意味がありましょう。兄は初めから計算していたのでしょう、このような日が来ることを。そうとも知らず、斧に与えられた重責と意気込み、マルフォートに来た。おかしいですね。いつだってそう、思い通りにならない。私の人生は結局誰かの都合で動かされている。同じですよ、私も。自分の思い通りに行くことなどほとんどありません。でもあなたには帰る場所と家がある。仲間にも囲まれている。あなたもウォルフォートの一員です。帰るべき場所はここだ。セレノアなどと偉そうに言っていますが、かくいう私も自分がこれからどうあるべきか考えているところなのです、フレデリカ。そうですね、自分がどうあるべきか。お二人ともこちらにいらしたのですね。ベネディクト殿が探しておられましたよ。分かった、すぐに戻ると伝えてくれ。人使いが荒い、ベネディクト。ソルスレイ殿から届け物が。はい、食料や資材を中心に、さらには銀貨なども含めると相当な量を。そんなに？エンデケはハイサンドでも有数の富豪です。このくらいは造作もないでしょう。物資については民に等しく配布、備蓄も十分に回復しました。援助は助かったが、喜んでばかりはいられませんぞ。ああ、依存すれば脱却が難しくなる。何よりいずれ見返りを求められるはずだ。まさにそれがエンデケの狙いでしょう。しかしこれが我らの選んだ道だ。はい、最善を尽くせば必ずや風向きは変わります。たった今ソルスレイ殿から書状が届きました。早速来たな。どんな無理難題を言ってくるか。嫌な予感しかしないな。セレノは一行を議場に招集する。ある人物からの依頼について議論するために。あ、こうやってまたソルスレに無理難題に従うか拒否するかみたいな感じかな。
予想していた通り問題が起こった。皆の意見を聞かせてもらいたい。ベネディクト、頼む。はい。先ほどソルスレイ殿から依頼が届きました。とある積み荷をエスフロストへ運べと。積み荷？使用です。紹介を返さない非正規の。まさかそれは不正に加担せよということですか？誇り高きウォルホートに汚れ仕事をやると？即刻突き返すべきだ。しかしこうも考えられます。不正の証拠となりうるものを掴んだとも。もしやベネディクト殿はハイサンドに告発するおつもりで？我々にはそのような選択も取れるという意味です。賛成だ。不正を知った以上告発すべき。それこそウォルホートの姿。教皇の信頼を得ることにもつながりますね。皆様お忘れですか？ソルスレイ殿は仮にもハイサンド七聖人の一人。人脈も根回しも彼の方が上でしょう。迂闊に動くのは危険だと思います。それに告発するには動かぬ証拠が必要だ。だがそんなものがどこにある？依頼された塩は確かに奴らが不正をしている証だ。しかしそれを知っているのは俺たちだけだ。正規に流通している塩と見分けなんてつかない。確実な証拠になるのか？それはその、告発に失敗すればソルスレイ殿からの支援はもちろん、ハイサンドの信用も失うだろう。確証がないならここはエスフロストに行くべきだ。そうですね。動かぬ証拠さえあれば良いのですが。意見が割れることは承知の上だ。だが決めなくてはならない。塩の不正をハイサンドに告発するか、塩の不正に加担するか。信念の天秤を持て。これより採決を取る。いや、これは結構難しいな。どうする？状況が複雑だ。確かに今後の運命を左右するかもしれない。半々。アンナがどれほどの情報を掴んでるかだよな。不正な塩をエスフロスト公国へ運ぶ。あ、それがエンデケか。聖杯サンド大峡谷に行き塩の不正取引を告発する。兵士、お前どう思う？お出かけになられますか？市街地に行きますか？出かけよう。ちょっと考えよう。お出かけして、ここで情報じゃ得られるのかな。ソルスレイ様、物資は多くて運ぶのが大変でした。あー、かなりもらったんだな。援助ウォルフォートのために歓迎された。それそうでしょう。お伝えすることはありますか？え？あなたにお聞きしたいとか。もう普通にちょっと感謝の念を伝えておこう。ソルスレイ様はこう申しておりました。言葉だけではなく行動だ。そりゃそうだよね。釘を刺された。ちょっと家、いや、こう高望、ああ、燃えている家が。申し訳ない。ここの家は残ったのか。じゃあ、おお、ごめんな、ごめんな、子供。ご飯はさっきもらいました。だけど家は致し方がない。そう、やはり物資は必要だよな。
こっちの方奥まではいけない。なんかいっぱい落ちてるぞ。材木、上質の材木。猫くらいかな。行商人、行商人結構いいの売ってるんだよね。回復剤もだいぶ使い果たしたからな。これはもうちょっと金がなくなるけど稼げばいい。10個買っちゃおう。最近ちょっと台じゃないともう回復が追いつかなくなってきたから。範囲魔宝石も欲しいよね。600円か1個ずつ持っておこう。ダブラツオってなんだっけ。あ、燃焼可能にするか。まあこれもいいかな。これどれだけ上昇するんだろう。スパイスってあんまり使ってないけど上質がある。リングはこれまあ普通に売ってるんだよね。上質450円か。1個ずつ買っておこう。そして金がなくなった。さすがいいものを仕入れている。ヒットポイント範囲回復はいいな。他の人のうち火事でもしたらもう本当に心が痛むよ。子供がお腹を空かせて泣いていた。食べ物をもらって助かった。食べ物は配給された。商売を再開するには時間がかかる。ロラン様が城を出て亡くなられたと同時にマックスウェル様が生還された。そういう感じ。これはあの方の覚悟の証。私はその覚悟を全力で支える。なるほど、わかりました。私も迷いはありません。ハイサンドの援助は本当に親切心からか。そう、町が燃えちゃったからね。背に腹変えられないよ。滅んでしまっては何にもならないからな。赤いアンクレット、ここの家には何か。もう完全に乞食状態だからね。もうウォルホート家、この井戸みたいなのもなくなったな、そういえば。あ、これとりあえず全部話したは話したかな。まあアイテムを回収したっていう感じで戻りますか。いやマジこれどうしよう。戻る。みんなと話そう。もう本当にみんなと話そう。セルノア、負傷の証拠がない。関係を悪化させれば今後ハイサンドの援助が期待できなくなる。必要なのは後ろ盾。ソルスレイとテオク総流。フレデリカ様、セルノア、密売を見過ごすわけにはいかない。協力するなどもってのほか、広告に入る塩が減って苦しむ人々が増えてしまうかもしれない。ハイサンド駅、告発するべき。セレノワ様、そうだよな。今までちょっと正義感できてるから告発するか。じゃあセレノワ。取り付く島もなさそうだ。まあいいや、告発するべきだし説得だけはしておこう。いやカチーンってなってないな。エンデ家の狙いは我々を手駒にする。一度要求を述べば今後も利用され続ける。打つ手がない。それにソルスレイの役割、塩はハイサンドの基盤。不正を描けば一気に教皇の信頼を得る。私はそれにかけたい。で、教皇がちょっとまだ信頼できるかどうかなんだよな。
確かに不正な使用はハイサンダーにとって重要な問題。告発は難しく危険かもしれない。検討する価値はある。考え込んでる。ちょっとアンナだ、アンナ、ちょっと情報くれ。セレノー様、どちらがいいとも言えない。不正を告発する。君の情報が生きる。いやもうめっちゃガッチャンってなってんな。いやこれさ、情報がない状態で告発に進んで大丈夫か。証拠はなくともっていうのもな。まあ、SF ロストに行くのは危険だよね。死を偽った苦労が無駄になってですが。ああなるほどね。アンナは考え込んでいる。ではジーラとヒューエット。セレノワ様、七星人の力は絶大。告発はかなり危険が伴う。取り尽くしもない。言うしかないよ。でもハイサンドの七星人、正義は我にある。根性論だなもはや。塩の生産と管理はハイサンドという国の根幹。不正に関わったとこで、これさ、ガッチャンってなってんのが絶対いいかって言うと、それもまたね微妙だよね。正義は我にあるとか。ええ。ハイサンドで暮らした身、その恐ろしさはよく知っている。教国では女神の教えに反した罰も平等に与えられる。交渉も言い訳も一切通じない。命が惜しかったら罪に問われるような真似はすべきではない。なるほど。ソルセイドの告白する。改革派エグサム殿、ソレスレオンと対立している。悪事は必ず露見する。ウォルフォートは不義を憎む家。ソルスレイか。確かに。なるほど。エグサムが協力してくれるなら告発が成功する可能性は出てくる。告発について再度考えてくれ。私はヒュエット、エスフロストへ行くべき。不正の確固たる証拠がない以上、告発がうまくいくとは思えない。みんな取り尽くしまもないな。あーもうこの下が一個足んないな。証拠がないなら 探し出せばいい。いやちょっとこれはロラン様の身の危険を案じる。しばらく広告と関わらない方がいいと思う。ではセレノー殿の考え。悪事に手を染めた事実は永遠に残る。私はウォルフォートと王家の名誉を汚したくない。訴え出るのは手を汚したくないからではない。もうこれ完全に逆だな。いや名誉だな。こんな不名誉は耐え難い。それでは正しさを主張するだけでは結論が出ません。はい、じゃあお願いします。では投票を始めよう。ソルスレイ殿の塩の不正取引に加担するか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。俺はやはり納得できなかった。みんな淡々と。賛同できません。意見は変わりません。これどっちに入れる。アンナ、全てアンナに頼り切ってんな。支持します。これは譲れません。ソルスデートに従うべきです。今回はマジで割れたな。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。固まってる人、意思固まってる人たちはもうベネディクトとか大丈夫だと思うからね。そうだな、あんな次第だな。道は定められた。我らは
ソルスレイ殿の不正を告発するべく聖杯山の大峡谷へ向かう。これ人数関係あんのかな、なんかその今回めっちゃ4対3でギリギリだったけど乗り気はしてないってことでしょ。だって道は消した。我らはソルスレイ殿の不正を訴えるべくハイサンドへと向かう。道が決まったなら進むのみだ。すぐに立とう。ヒョロラン、それでいいのか。そうですね、いかなる道だとしても全力を尽くせばきっと。アンナ、旅の準備を。希望は次々ついえると。終わり。